Round one, fight! Pew! 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 Pew!
Fire!
Fire!
Yeah!
Thank you.
い。昇竜拳。昇竜拳。テスト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 、あ、じゃあ今日の大会は1周年なんで東西戦をやろうと思います。ちょっと100円もらっちゃったんですけど50円を返していこうと思います。で、あと私差し入れでお菓子買ってきたんで食べてください。もりもり食べてください。キャラで20人ずつって感じ。で、一応今日リーダーをヒカルさんとロードさんにやってもらおうかなみたいな。あとカウンター前のお菓子誰でも食べてください。たくさん食べてください。新旧店員ですか。はい、そうですね、はい、今日店員さんにリーダーやってもらって、はい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 、あ、分かりますね。はい、梅君は分かりますね。はい、あ、分かりますね。はい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 、はい、分かります分かります。あ、わかりますわかります。はい、エキスマニアで優勝したことのある方なんでかなり強い方です。はい、ただ今日はね、新幹線の帰宅を間違えてこっちに来ちゃったらしいから静岡から。そうですね、結構遠くから、はい、この方は奥の方に座ってるベガ使う方ですね。でも見たことある人ですね。ノブさんはゲームさんという方で、スノーさん、トラップさん、デニアさん、で今いないけどトモードさん、で計20人なんでこれをいい10対10。ああ。じゃあ。
どうする、話し合いする、話し合いする、いや別に僕は何でも、どなたでも平和的解決する。じゃあそうです、そういきましょう。いいっすよ、最初はグーじゃんけんぽん、はい、ということで、はい、こっからですか。はい、僕はじゃあペコさん取りますよ。はい、じゃあハクガイルで。ハクガイルで。じゃあいいですよ、じゃあセロテープさんかな。じゃあ川島さんいただきます。それは大きい。じゃあいいっすか、セロテープさんいいっすか、トモズさんで。じゃあそれに対抗してうねガイルで。出た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 。ニアさん行きますか、ニアさん行きますか。ちょっとそろそろ相手が強くなりつつあるんで、小江戸さんあたりを。小江戸さん。ちょっとそろそろ固めないと。やり直せるんですけど、11対11にすればいいんじゃないですか。じゃあ中村さんで。いやここ最後まで残しますよね。分かりさせたい。モブさん持つさん、シャルさん、じゃスノッピーさんで。俺逆にガイルを今取ってないんだよ。そうですそうです。いいよ、ガイルチームにしても。じゃあネロガイルをいただきましょうか。さあ一体感が一体感が。じゃあ俺はマスターです。まあ、ダルシムこっちチームにいるんで、あの強いダルシムが、こっちもいるよ、強いダルシムが、いやこれいい感じに分かれたんじゃないですか、駆られないように。どうします、2周するってことですか。じゃあそれでもうキャラはまあ、自由で、では名前だけ並べて。あの、半分ぐらいガイルだよ、そっち。
え俺かよこれってもう何放送してるの？してます。あ、してるんだ。全部載ってます。じゃあ早く始めないと。早く始めないと大会までマジ時間潰せないから。そんなに言葉上手くないから。埋まっちゃってるから。あ、今大会のスタンバイをしてますね、ゴードさんが。そうですね、今取り引をしましたね。あの人の、はい、人の取り合いを、はい、僕チーム対ロードさんチームで。おお、したらガイルがこっちに固まりました。ガイルが固まってしまったという。いいっすね。ガイルは今日こっちで。ガエルはマジ何と戦っても見てて楽しい、やって楽しいですからね。そうですね。ダルシムは覗きますけど大丈夫です。一応川島さんはこっちにいるんで。ああ、そうそう、敵になることはないです。じゃあもうまだ敵なしじゃないですか。まだね敵なしですね。これはもうちょっとガエルチーム全勝って感じで。そうですね、ちょっといける可能性が。仕方ないと。このお菓子は差し入れですね。ネロガイルさんからです。あ、食べてくださいと。やったー。これ晩飯美大院ゼリーしか食べてないから、お腹ベコベコ。ていうかさ、今風邪ひいてんだよね。ちょっと喉風邪喉風邪ひいてんの。喉風邪ひいてる人にマイクを渡す。そう、ちょっとね、やばいんだよ。そうですね。なんか仕事中にいきなりさ、そう、あれなんかすげえ音がだるいんだけどうわ、風邪じゃねえみたいな。なるほど。そしたらなんか同じパートの人も、はいはい、もう喉痛いみたいな言ってるからおい、お前かいみたいなお前かい感じです。その人からまあ移ったのかなみたいな。なるほど。そう、してやられましたこんばんは。こんばんは。今スタンバイしているんで、もう少々お待ちください。このとても質の高い龍拳戦を見ながら。おお。あ。マイク渡された。おお、うわ、美味しそう。ちょ、美大院ゼリーしか食べてない。うわ、強いな、昇竜拳。うわ、歩く。うわ、ブランカ裏に回って投げられて、いやー、きっちり。
もう早くやろう、早く早くやろう。じゃあもう1人1秒、1人1秒今大会スタッフが迅速に準備進めていますので、もう少々お待ちください。光る、吐く、光る、吐く、ネロ、ウネ、カワシムーン、小江戸さん、お茶丸さん、いやSonic Boom! Sonic Boom!
さて、両チームオーダーが決まりました。さて、今日は、1周年記念。今日は1周年記念で総裁選。ということで今日は私元スタッフチーム対ヒカルくん新現スタッフチームの東西戦始めます。ということで、皆様自分のチームがどちらかご確認ください。さあ本日はですね、ガイルがメインの方、ほぼ全員ヒカルくんのチームです。ということで私どものチームガイル殲滅戦を行いたいと思います。さあ皆様自分のチームどちらかご確認ください。そしてもうこれ並んでる順番がオーダーですのでよろしくお願いします。これちょっとあれだな、ガイル固まってんなこれ。はい、さあヒカルくんのチームガイルものすごい重ねてきましたね。これさあとりあえず読み上げます。私ロードチーム1番手ノブさん、2番手僕、3番手スーさん、4番手山本さん、5番手セロテープさん、6番手ニアさん、7番手なんて言えばいいんだろう、ジオン大君あの字は確認してください、あれ名前違うけど、8番手トモゾさん、あ8番手じゃない7番手か、7番手トモゾさん、8番手あ違ういいんだ、8番手トモゾさん、9番手シャルさん、10番手ベコさん、さあ大将中村さんよろしくお願いします。皆様順番確認してくださいね。じゃあヒカルくん自分のチームの人を読み上げて。私チームが1番手がネロさん、2番手 A さん、3番手ツノッピさん、4番手がハクさん、5番手ウネさん、はい、6番手モツさん、7番手が私、8番手お茶丸さん、9番手茶坊主さん、10番手小江堂さんで、大将が川島さんです。お願いします。セロテープさん確認しますけどキャラ自由ですか。キャラ
あ、じゃあキャラメインじゃなくてもいいそうです。見てから相手見てから変えていいそうです。はいはい、好きにしてくださいと。まあ1周年なんでね、もう半分何でもありですよ。とりあえず勝てと。はいはい、光くん、はい、最初はグーじゃんけんポン。それでフさんどっちがいいですか。はい、じゃあ 2P で。じゃあ 1P で。じゃあ 1P で。じゃあ 1P で。はい。はい、じゃあ僕のチームの方 1P です。はい、はい、こっちですよ。はい。じゃあ始めますからね。じゃあ申し訳ございませんが、ノブさん。よろしくお願いします。はい。さあ、11立てしてくれても大丈夫ですよ。じゃあしゃべれる方喋っていただけると。じゃあ1周年記念東西線やっちゃうよ。うねくん喋る。はい、どうぞ。うねくん喋る。誰か。はい、ネロが、はい、ネロガイルとノブさんですね。もう始まってますよ。 2P 側はこれガイルが5人くらい続くでしたっけ。そうですね、ガイルが5連チャン、完全なオーダーですね。そうですね、もうみんなでソニック打つって決めたんで、はいはい、もうここで止めようと。式といえばガイルチーム。そうですね、結構これいいショット。あーおー、死んでた。いや、でも死んでないっすよ。だが死んでいない。ほら、うまい。今レッパ入れてました。レッパ出てれば、うまい。足です。これはガイル側は結構冷静に。あ、さあ根元、これは痛い。もちろん投げる。うまい。投げる。大足。それから勝利が怖い。もう中足を振っていく。うわあ、全然、あ、生きてるよ、全然あるぞ。体力リードはガイル。ただおぉ、リオルネロガイル、まずは一勝。あと10立てです。ローズさんお願いしますよ。ローズさんお願いしますよ。ここ半年くらい積み重ねてきたものを。おお、半年も積み重ねてたんですか。おお。前のまっすぐな飛び込みを見せてやれ。ソニックを見たら前へ飛べ。おお、ソニック見てから前へ飛び。自分の台形を信じろ。素晴らしいですね。うまい。すごいですね、解説が味方を褒める。いや、大事ですよ。ナイスナイスカード。うわあ、いいソニック。浜内負けてないよ。いいよ、垂直。あ、いや、全然大丈夫、全然大丈夫だよ、全然大丈夫だよ。あ、うまい。危ない。いや、全然大丈夫なんで。ソニック、落ち着け、落ち着け。あー、減ってないよ、減ってないよ。うまい、バイトビーよ、冷静に。あー、今のはちょっと。いや、でもその調子で頑張ってほしい。うまい。しかしこれは、あー、対空波動うまいよ。対空波動はゴートさんだいぶ分かってる感じあります。もう試合でもバンバンしてる。嫌な感じですね、あのリスタッパー出しても後ろから蹴られるやつ。そうですね。お、でも、お、いいよ。やばい、これは。いや、でも冷静に行けば大丈夫なんで。
そうっすね。あ、昇竜に気をつけてくれればガエルは全然大丈夫です。いや、昇竜手出していこう。おい、生かす生かす、マジで、はい、雨じゃないっすよ。いいよう、まい、悪くない。ナイルグリードはネロガエル、攻撃力があるからバンバン手出していこう。いやー、惜しい、裏剣。でもその調子、天才現る。今の出し見ました。やばい。いやー、でもガエルもこれからです。全然全然、あ、危ない、きついきつい、もうガエルきつい。うまい、あ、やばいやばいやばい。誘って誘って、サマー誘って、止めロード、いや、そろそろそろ止めロード、いや、止めねろ危ない、あー、やばい、飛んでる、ロードが飛んでる、飛んでる、やばいやばいやばい、いい、あー、やばいやばい、勝ったか勝ったか、大丈夫、実験、うまね、いやいや、言っとくけど、うちのチーム、うちのチームこれからだから、今こっから、やったぜ、いやー、なってしまった。言っとくけど、こっから遅刻始まるよ。来たよこれ、来たよこれ、いや、悔しいなこっからだよ、こっから。お、こっからは遊んじゃう、遊んじゃう、なんだなんだ、何にしようかな、あぶせか、あぶせか、豪気、いいよさあやばい、完璧にかぶせに来ました。軽く5人抜きだな。いやー、はい、これは、はい、ガイルスカイが裏で騒いでおります。これはいささかいい勝負とは言えない。いやいやいや、熱い勝負だなこれ。いや、危ない、熱い勝負、熱い勝負、熱い勝負ですよ。ファイヤーも出てるし、これとか万が一ギリギリ危なく、危なくないです、負けたら回避だから、回避、ギリギリじゃない。さすがにこのキャラさ、このキャラさをカバーするのは結構厳しいところが、いいよ、厳しい、すごいな、どん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 ガイル側がなんか急におとなしく、俺たちはちょっとこれはひどいですね。いや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 、ワンチャンね、ワンチャン、いや、確かに確かにそうです、セオリーはちょっとあるんですけど、これは、はい、ゴムゴムの実が炸裂。全然だ、全然大丈夫、ちょっと、ね、次は A ガイル、あ、あ、なんでもいいですよ、メインキャラ使いた、使わなくても全然いいんで。あ、そうですよ、このダルシムに被せるキャラが、そうそう、一体何なのか。俺今日ちょっとバルログ使いたいなと思って、バルログ使っても全然いいので。ゴーキもありですか。ゴーキはどうしましょうね。ゴーキはじゃあ、あの1万円で、まあデータの価格でデータの価格で5000円くらい、あ、5000円突破、はい、大サービス。おっ、さあ、来ました。いや、でもダルシム剣は結構美味しい、結構厳しいよ。ガイルよりマシな程度、ガイルよりはマシです。いやー、しかしこのダルシム、いいねスライディング極まっている。うまい、うまい、うわ、これはやばい。え、ワンピー勝利出ないの、本当ですか。すごい目で睨まれた。うまい、勝利当たった。ワンピー勝利出ない情報が来たんで、張り切って逆に投げよう。体力差は、いいね、まだ全然わからない。あー、痛い、いいね、アイチョッケだね。うまい、こっからあるか、いや、OK、あー、よく暴れた、いい暴れ。つろさんね、つろさんダルシム戦好きなんですよ。あ、そうなんですか。あ、お、ま、お前、お、お前のキャミを見せてやれ。いやいや、なんでもあり、キャミ、いや、なんでもありですよ。いや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 、フォークあるよ、フォーク、
ホンダあるよ、ホンダ。うわ、しかし男のガイルが余裕を持って、ガイルスカイの皆さん注目しましょう。どうダルシムを調理するのか。この人ちょっと上手いんだけど、どうしよう。体力リードはガイルです。いいジャンプ、うまい、ナイス裏剣、中足が刺さってる。そうですね、この手足 の届かない距離がソニックを打つ。いいね、いいね。危ない。いやー、ずっちーはマジで今の。いやいや、途中まで全部釣りだから。おかしいよ、開幕する大空だからね。思い切った動き、ダルシムの動きがだんだん極まっていって、いつの間にかガイルは画面端、ここをどう抜けるかです。うめえな。惜しい、ダルシムを隠せることができれば。あれだよね、それはそんな時だけちゃんと落としとけば。でも見えないんですよ。歩くなぁ、いいよ、気をつけよう、悪くない、いいね。これはどうなるか、時間がない。やりよる。頼れる。さあ、パク選手、これ 2P 側ちょっと作戦ミスなんじゃないですか。これちょ、これ作戦ミスっていうかルールが、いや、外に重ねてる段階でおかしいでしょ。オーダーのチラスとかなんかあるでしょ。それはリーダーに言ってください。やばい、ゾーンに入ってしまった。ゾーンに入ってしまった。これが、いや、でも歩くよ。やばい、ハクさん、いいね。ソニックを打った時にはもう当たっているっていう攻撃がね。いいね、これは厳しい。ハクさん、前前前前前。よし、もう一度と削ったらもうね。いいよ、いいよ。いや、全然全然ある、全然ある。弾読んで、弾読んで、弾読んで、タッチ証券最高。よー、ニュートラル。ハック選手独特のガイル。いやー、しかしこれは顔を蹴られて終了っていう。俺じゃん。よーし、やるぞ。これちょっと、これ本当にやった。さあ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 、張り切って張り切っていきましょう。さあ、ガイルラッシュ。これ、この作戦立てたリーダーはこれどう始末を、どう始末、始末どうするんですかね、これ。これ作戦、これ腕組みかかってるんですよね。まあこれ、やっぱいけるっていう算段が、まあ、あれだけ言ってましたから。見たところ完全対応ですけど、特にさっきの試合と変わるところはないからですね。色も変わんないですしね。まあ、止まんないですね。これどうすんの、これ。もうこれ。これあれですよね、はい、当初だと灰皿飛んでくるやつ。いや、こんなもんじゃない、こんなもんじゃない、こんなもんじゃ飛んでこない。いや、でもソニックを差し込めてますよ。
おお、殿下の宝刀。いやー結構減らされた、危なかった。あ、次ブランカです。さあもうこれ並べないでよ。一チームに集めてるのもおかしいし、集めた外部を散らさないのもおかしいし、もういろいろ、いろいろちょっと味の濃いとこと薄いとこがあるんだけどね混ぜた方がね、おいしくいただける。さあ、久々の外部以外さあ、ひどいね、人命と猛暑やおお。うわー、殴りに行った。ナイスキャッチ、よく掴んだイーナスさん、一歩遊べて。おお、すごい、知っている。おお、でけえ。あ、おお、気をつけて。ある、あ、よく暴れた。知ってる。先生出番です。これ大丈夫ですか。ちょっとリーダー、リーダー、これ勝たないと。お、全然動かん。目には目を、歯には歯を。さあ、マブカブから登場マルナX マルログもう知ってるよ。お、ハゼ殺す気満々。やばい、このパターンは。いや、全然お、うまい。お、知っている。しかし、なんだ今の動きはお、うまい。こっから投げて、投げて、当てて、投げて、来るのか。やっと終止符を。マジか、マジか。落ち着いてくれ。うまい、うまい。疲れがね、そろそろ疲れがね。ラブカップいけさあさあ、ここを抜け出せるかどうか。やれるかな。爪が折れるまで殴るよ。いや、しかし、います生意気から。はいはい、いやー、一筋縄ではいかないまあ、しかし、この1ラウンドはかつてガエル使いがたどり着けなかった境地ここでバルログが取ってほしい。そろそろね、取ってほしいところではあるけれども、体力が逆転して、やばい、逃げられないのか。これはいやー、いやー、いや、やばい。あとワンピーチームはお茶丸茶坊主のお茶軍団が、そうですね、お茶軍団です。お茶軍団、スーさんとかにすごい家で丸がついてるスーさんの歌詞丸だらけじゃないですかさあ、ホンダ、さあ、ダルシムホンダはこれ どうなんですか。ダルシムは強いと思いますけど、あの、最新の注意を払わないと大変なことになります。なるほど、はい、おいいっすよどっちかっていうと、ホンダ側伸び伸び遊べるけど、ダルシム側は神経使って大変な感じ。ああ、お仕事がいっぱいある。なんか一回落としてもらうと大変みたいな。え、さあ、オガファイル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 。2回もピヨルのかすごい、1ラウンド2回ピヨルはなかなかのもんです。なかなか珍しい。逆によくビヨった。さ
さあ、しかしお互い1ラウンドですよ。これが最終ラウンドです。おー、うまい。これは来たのか。来たー。これは安い。あれ、いや、しかしよいしょい、強引にやっと山本さん、山本さんやっと崩れましたね。山本さん分かってますね。次僕なんで、これ負けないでくださいね。お願いしますよ。これ絶対に勝ってくださいね。これセロさん自信ないっす。もう何どんな手を使ってもいいので。セロさん、はい、自信ないっすか。いやいや、あるけど、はい、そのなんていうの、なんか山本さんお願いします、お願いしますよ。これ君の持てる全力を出してくださいよ。さあ、ほぼ山本さんのチュンリー。チュンリーでいいんすか、チュンリーでいいんすか、いいんすか。はい、ドスコイ来る、ドスコイ。ほら来た、いいよ。来るって言ったでしょ。もう半分減ってる。さあ半分減ってる。ああ、エドモンド本田8割減ってる。土俵際、いやー、完封。気持ちいいっすね、これ頼むですと。気持ちいいっすね。素晴らしい。しっかりしっかり、外立界から賞賛の嵐が。うまい。ここからチュンリーだいぶ押され気味。いいよ、ピヨリよ、ピヨリよ。いや、まだ分からない。こっからこれが勝負。危ない危ない。いやいいよ、熱い。削るんだ、やる気あるな。本田は見せれない、本田はもう見せれないが、おお、ここは、ああ、強キャラでよかった。チュンリー冷静です。さあ最終ラウンド。お、いきなり鬼娘。いいよいいよ。やばい、チュンリーがだいぶこいている。こいとけこいとけ。いやー、投げろ投げろって。おおお、よかったよかった。くそあと3人、あと3人並べ、あと3人。さあ次は、おお、言わなかった、下がった。これも倒しとこう。いやー、しかし行っとこう行っとこう。このサガットは早々一筋縄ではいかないところじゃないですか。飛びが鋭い。飛びが鋭い。まず髪の毛がないし。それ言っちゃったでしょ。あと目も片方しかないし。それは命。あと上半身服着てないし。いやいる。いや、でもそれでも光るものはありますから。頭でしょ。あ、頭ですね。危ない。いいよ。いやー、きっちり。安かった。よし、どんどん投げ、どんどん投げて。あ、いや、あのね、上は無理だ。上はこの下がっては上通しませんよ、なかなか。うまい、近づいて。うまい、下がっと冷静。大丈夫、適当に戦列当てれば勝てるから。なんか、セロさんが、そうなんですか。いや、もう、それ今、超負けてるわけでしょ。ほらほら、やばい、安かった。いいよ、頑張ろう、もう一回、もう一回。いやいや、悪くない悪くない。あれが地上で当たれば勝ちだから。戦列残していればワンチャンあったのに。こっから、タイガーが絶好調。投げる、タイガー、タイガー当たる。これは美味しいっす。うまい。いやー、これはどうなる。溜まっているが、うまくかわして。チュンリーどっかせわしない。うまい、頑張って。アッパーで勝って、うち溜まるかな、ちょっと時間ねえか。投げる、いいよ。さあ、その手
さあセロさんは我らが、我らがセロテープさん、さあ、下がっとか下がっと、下がっと、あれあれセロさんは、あれセロテープさん、あれセロテープさん、あれあれまさか、まさか、お、あまあ先ほどサガットの髪のなさをバカにしていたセロさんでした。俺の方があるぞと不満ばかりの、いや、うまい、うわー、ビヨってる、うぇー、容赦ない。さあ、いやー、いいっすね。さあ、どちらの緑パンツが強いのか。そうですね、しかし今73ですから 1P 側も3人、 1P 側3人で 2P 側が7人います。3人目対7人目、おお、差し込んでアッパーカットが刺さったなんかやりたくないって言ったのにだからやりたくないって言ったのに自信おお、ニーアーさんはベガを選択。高田の馬場はベガ発祥の地と呼ばれていて、はい、はい、そうなんですか。そうなんですか。ベガ発祥の地、発祥の地、ベガ発祥の地、高田の馬場。高田の馬場には高田の馬場ナンバーズというですね、はい、エリート集団がいて、はい、実はその中の一人がニーアーさん。ああ、そうなんですか。そうっす。へえ。ナンバーいくつだったっけな。ナンバーが少ないほど偉いんですけど、はい、十何番ぐらい、あんま偉くない。高田の馬場の星が今飛んでるわけですね。ああ、あれがサイコテイルだ。サイコが刺さる。そう、どうせバックジャンプするんだろうっつって、キレキレですね。しかし、うお、置いてある、冷静に置いていって、気がつけば立場逆転。タイガーで押して、あー刺さってる、はいはいはい、あ、下手くそかよ何年やってんの。おサガットが首の皮一枚繋がりましたね。やばいでしょ今のね。びっくりしましたね。超持ってるよ。しかしこのチャンス無駄にすることはできない。あ、いいよ、あ、おい、危ない、素人かよ。お、投げている、やばくないですか出たまま失敗して投げる気もしないですね。この、この雑さちょ、味方ですか。頑張って頑張って、あー雑。いや、俺も負けたけどやばいやばいやばい、死んじゃう。うおー、アッパーが刺さって、着々と差が縮まってますよ。ワンピー側いいっすね。これ俺あれなんだけど、自分で持って帰るつもりで商品持ってきたんだけど、これ商品取られちゃうのかな、これ商品あるんですか。一応商品持ってきてるんですけど、自分用に、自分用に勝つ気満々だったんで、他の人が勝つために用意します。先生お願いします、お願いします。露骨に行こう、露骨に。この組み合わせ、はい、なかなか見ないですね。多分だけどサガットがかわいそうな感じだね。あー、そうじゃないですか。
適当にこれ途中まで適当にやってるけど、ゲージが溜まったらもう弾打てないとかじゃないの。当たりますから。すげえ遠くで打っても多分クレイジーが刺さるパターンだと思う。え、遠くでも刺さりますか。超遠くでも刺さるパターン。あーでも腕伸びてる。あいいよ。これ端端でもクレイジー当たる。ダメない、端端はダメっぽい。あ、端っこはダメ。ダメっぽい。お、見てる。あそこの距離でタイガー打ったらヘッドで切れちゃうからね。これはタイガーがなかなか研ぎ澄ましていかないと厳しいところです。あ、どう危ない。ガードしている。しかし弾が打たないと。もう溜まってるよこれ。あー、スタコンも溜まっている。はいはいはい。あ、いやー。ありがとうございます。あと2人。小江戸さんお願いします。メガバイソン。こっち仮に負けてもまだ友野さん、シャルさん、ペコさん、高野さんだから、ね、やばいよね。何があったんですかなんかね、やっぱあとリッピーで決めたんでしたっけ。じゃんけんが強かったか。じゃんけん、いや、いいよ。わあ、やばい。するよ。いや、でも逃げる。おお、小江戸さん積極的に攻めていく。おー、かっこいい。マジか、3コンボだったか。3コンボだよ。3削り。いいね。いやー、あの距離から当たるんだ。おっ、なな、えぇ、ー、なんとか上しかいってない。打ち合いが激しいが、よく掴んだ。さあ最終ラウンド、はい、内足が預かって投げられて、いい、やばい、これは、おお、すげえ、ナイス、受け身取ったからもう大丈夫多分。お、ああ、いいね。お、ちょっと優勝賞品用意した方がいいかな。さあ、ワンピー側大将カワシム、カワシムさん、お金、お金は、やっぱ、ガイルのシフトがちょっとなそうね、あんまり良くないね前代未聞の組み合わせです。シフトの問題もあるけど、最初に集めたところに問題があるんだよな。だいぶそれ、そうっすね、そもそもの。いいキャラだけど、その、そこまで強くないキャラクターを。完全に勢いですよね。よ、はい、はい。さあ、大将まで引っ張り出されてしまいましたが、焼き殺していく。我慢だから。今の熱かったよね。いいっすね。カワシムさん、ここから全立てなるか。これ仮にカワシムが全立てしたらば、このゲームは結局ダルシムだっていう話ですよね。まあ勝ってるのダルシムだけじゃねえかみたいな話ですよね。あ、いや、お、いいよ、バカになった。あそこスライディング打つんだ、すげえな。なんもないところを蹴ってました。こっから投げている。そして削り殺し、さすがダルシム。あれ今、いや、クレイジー出ればなんとかあったんじゃないの。十分やった。トモトさんお願いします。昨日の敵は今日の友っつってね。やっぱ味方につけると強いよな。さあここでトモザさんのベガが登場ですね。
石川シムさんのドリルが。いいよ、当たってる。あれわかんないね。勝ったか。いやまだまだまだ勝ってない。いやいやいや、もうほらもうほらほら、いやいや、はい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 、いやまだ全然大丈夫。ほらやばい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 って言っちゃった。今やばいって言っちゃったからね。いやいやいや、まだ全然大丈夫です。こっからお来たか、このパターン。ダメかよ。うまい、うまい、よしよし。危ない危ない、今投げるの終わった。こっからあー優勝はツーピー側。ちょっとあのやってない人がいるんで、エキシビジョンで、エキシビジョンでシャルさん。いやいやー、勝っちゃったなこれ。残念な結果。そうですね、ワンピー側ガイルシフトですよこれ。これあのそうだね、あの開示みたいな感じでね、パーだけ返し見てもダメみたいなやつだよね。一人目に取ったのはっくんでしたからね。いや一応説明したんですけどね、この人とか強いよみたいな言ったんですけどね。結構不思議ね、中村さんとかが最後の方まで残ったのは結構不思議な感じでしたけどね。いや僕実はうねくんを取ろうとしてたんですよ。でもうねくんを取ろうとしたタイミングでひかるくんが取ってったんですよ。さあ、簡単とエキシビションか。ハイレベルすぎますね。いいよ。うわ。いいですね。さて、ちょっと話が変わりますけど。はいはい、重視ですね。そうですね、もう一回もう一周いけますね。いけなくもないんですけ どす、ガイルチームがやる気がする。取り直しします。取り直しすると時間ちょっとかかるような気もするんですけど、フォーメーションチェンジで、ランダムで。そうします。まあ分けれるよね、最初の11人と後の11人で分ければいい。さあみんなが良ければもう一回やろうという話もあるんですが、でもこれチーム決めがあの微妙なので、今 ランダムで2チームに分けてるので、シャッフルいいよ。さあエキシビジョン、あこれエキシビジョンですよ、エキシビジョン。ペコペコさんの。はい、ペコさんが剣使いだなんて誰が言ったんですか。豪気使いですよ。残念ながらルールで使えないだけだからね。本当は豪気です。はい、ああ止めた。うわあ。それ。いやいやいや。あるある、頑張れる頑張れる。大事。荒らしてるだけ、ひどい、荒らしてるだけ。あーあー使った。おおおさすが。ウルツーこんなのが3匹、3匹いるからね。うおない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 。さあ
さあ本日のメインイベント的な、さあ本日のメインイベント注目のカードです。おお、すごい。投げて。はい、お疲れ様です。優勝は 1P 側で遊んだ方々。なんかちょっと雑な大会だったんで、もう一回ぐらいやってもいいかなと思うんですけど、どうでしょう。はい、で、あの人間が選ぶとなんか不正確な結果が出てしまうので、あの機械にちょっとお願いしてチームを決めてもらいました。なんか人間は当てにならないので。あ、じゃあもう順番もそのままにしちゃう。 あの機械は信用ならないんですけど、パーソナルコンピューターはなんかすごい。で、はい、チーム決めもランダムで、順番もそのまま。順番そのまま、はい、機械にお任せです。僕らの機械に。チームオールシャッフルの順番もそのまんまシャッフルです。これ、あー、でですね、ヒカルくんのチームの、はい、戦闘が大変なことになってるんですよ。ちゃんとランダムなってます？なってますが、なってるんですが、はい、戦闘がさっきやってらっしゃった方なんですよ。まあ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 、あのこれすのちょっと待って。これちょっと凄まじい順番になってる。リーダー僕です。うちら 2P なんですが、じゃあちょっと、はい、ですね、今から読み上げる順番でそのまんま始めます。あの決めたのは僕のクリックなんで、ワンクリックで決まってしまいました。とんでもない順番になってます。さあ始めます。いきますよ。本当に回してます。本当に回してます。
もうワンクリックで完全にシャッフルで決まってしまいましたんで。混ざってはいるんだけど。シーンは変わってないの？いや変わってますよ。これもう順番も考えてないです、そのまんまです。あのデイトナのパーソナルコンピューターが決めました。どうしようもないです。さあ読み上げます。ヒカルくんチーム一番手トモザさん。一番手ヒカルくんチーム、一番手トモザさん、シャルさん、中村さん、これ最初の3人で決まっちゃってんだよ。集めてないんですよ、偶然そうなっちゃったんですよ。僕のワンクリックのせいです。じゃあ逆順にしよう、さすがに逆順にしよう、さすがに逆順にしよう。うちらはこういいですよね、このままで。逆にしま、俺2番目、後ろから2番目。じゃあ逆にします。あれそうすると俺が先方になるのか、これは。もしくはちょっと順番パッと決める、順番決める、順番決めましょうか。やっぱ決めましょう。さすがにやばい。結局コンピューターも信用できなかったじゃあちょっとヒカルくんチーム、ちょっとチーム内のどなたかと話し合ってちゃんと決めて。責任がそっちに行くんだから。なんかなすりつけ合いが。そう僕はこっちはこっちで決めますから。どうします。現在、コンピューターでの順番決めがちょっといろいろ問題がありすぎたので、再び人の手によって順番が、決められております。なんとなくそれっぽいオーダーになってるのかな。はい、もう先に見せました。こっちのオーダー先に見せました。なんか 2P しかやってないと思ったらそういう。さあ先頭うねくん、セローさん、私、ジオンの父の方ですか。今日はジオン大君さんですか。で次ノブさん、茶丸さん、 A さん、スーさん、ニーヤーさん、はい、小江戸さん、ペコさん、もう先に見せました。まあさあこれを踏まえて
どのようにかぶせてくる、なんか真ん中あたりに川島さんがいるような。このフォーメーションのポイントは、キャラが自由だってことです。はい、ああ、そうかそうかそうか。誰がどのキャラを使うとは何も言ってませんから、あそれが問題なんです。そう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 。そう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 、あーまあ僕あのさっき運悪く失敗しちゃったので払わずに済みましたけどはい、じゃあ最初、はい、ウネガエル、ハクガエルガエルガエル、ウネガエル、ハクガエル、いやウネ君 2P、 ウネ君 2P、 2P、 うん、もう決まってる。え、あーそうか 2P か、めんどくさいからさあ気を取り直して2周目、はい、2周目いきまーすお互い色が被っている、これはうねがえる有利か、今回商品がある、商品がある、商品がある、頑張った人。さあ 1P がハックンです。紫がハックガエル、白がうねがえる、いいよいいよ、飛びが通ってソニックが当たる、いいよいいよいいよさあ先に取ったのはウネガエル、ウネガエルちょっと修行積んでね、ソニック打てるようになっちゃったんだよ。うん、早いですよね、早いしジャブも早いし、今ジャックソニックなら今生身の体で出ますから、ウネ君、ウネ君出せますから本体が出るってこと、ジャックなら出ます、ジャックなら出ます、で出たらやばい、ジャックなら出ます、ジャックなら出ます。さあ画面端に詰めてるな、お願いる、おっとリフトアッパーが潰されてサマーが出る、画面端に追い詰めて、これはハクガエル厳しいか、いいよ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 、詰めていこう詰めていこう、飛びが通るがバックジャンプしてしまうなんだこれ、リフトアッパー潰したが中盤で暴れている、勝ったのはウネガエル、さあ山本さん、キャラは自由ですよ、キャラは自由ですよ、先ほどはキャラは自由ですよ、キャラは自由ですよ、見てからチュンリー選んだが今回はさあどうする、キャラは自由ですよ、これはデートなしき東西線の注目ポイントですよ、はい、キャラは自由ですよ、かぶせ合い、かぶせ合い、かぶせ上等、まあダルシムがいいんじゃないですか、問題はおどうする、時間切れになるぞ、時間切れになっちゃう、龍、さあ龍ガエル、さあこれは身内対決か、さあ画面端に追い詰められているのは山本龍、ソニック食らってそばっとそばっと中足、小足で暴れてお大腰から投げ、これはいい、投げ返す、体力弱点したが打点が入って、いいよ、ウネガエルの動きがいいぞ、おっとソニック踏まない、リフトアッパー、いいですね、さああと一発、あー硬い、竜巻にしっかり対応、いいよ、ウネガエルが完全対応、さあアイマックソニックが当たって、さあセロさんがセコンドについて、竜巻内だがサマーが出る、ソバットソバット、またしても画面端が近い、ソニック裏剣は入らない、ライゴスから昇竜、おっと水ジャンしてしまう、さあ飛びをガードさせて壁に追い込んで弱昇竜、切り返して投げてハメだと 2P 側からハメだとブーイングが飛ぶなんかうねがえる超ブーイング僕のチーム暴言チームになってますけどあこれも若気の至りというところでしょう、若気まあまあまあ大パンしないのにマシですよ、まあ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 、さあソニックがシンクガードして、これは状況的にはガイル有利か、画面端にまたしても追い詰めてファイヤーはこけない、竜巻見てから勝利サマー、もう一回サマー、ウネガエル息がいいぞ、画面端に詰めて竜巻落として、これはサマーで落とす、いいね、いいよ、ウネガエル2連勝、
たしてもガイルガイル。ガイルガイルですよ。ガイル多すぎじゃないですか。いや、四季はもともとガイルが多いんですよ。そうでしたっけ。はい。あー、これは五分っすね。先鋒戦はちょっと開幕で差が出てたけど、はい、さあまたしてもガイル同キャラ。立ち上がりはお互いソニックの速さは同じぐらいか。飛びが通ってソニックも当たって、これは痛いぞ。ソニックでなんとか押し返すが、サマーで落とされてスタブ。さあこれはウネガイルが大幅リード。あと一発ゼロドット。ライアス見てからしっかりソニック落ち着いている。さあまたしてもウネガイルが画面端詰めてる状況だが、ちょっと押し返していく。飛びが通ってソニックが当たって画面端で、おっとスタブが当たるか。おっと飛びが落ちない。危ない。これはいや今の、あー分かんない、内足が当たって、あしっかりリフトアッパーは裏切らない。安定感があります、ね、ウネガイル3連勝次はヒカルさん。いやこれはバルログ、これはさあ荒らしまくってもらって、おおしっかり見てからサマーで落として、今日が当たって、しかし落ち攻めは優しい。ソニック当たって、あ安定感ありますね。安定感、おっと大パンが負けてしまう。ダブルサマー、ダブルサマー、おお、冷静様、目がいいですね。しっかり見てる。わあ、おお、しっかりヒョウに対応。見えてますね。いやあ、見てますね。反応非常にいい。ウネガイル。おお、これもサマーが当たる。あー、おお、これ三段。しかし、いや、デラで落として。しっかりデラ。おっと、わかんないぞ。吸われてしまう。こっからでも全然ありますからね、バルログは。おっと、サマーが絡むって。フェイント、フェイント。さあ、おい、残り一発。わかんないです、わかんない。いや、これはわからない。やはりこのゲームは、爪なのか。おっと、開幕スライディングが当たって。しかし、サマーで切り返して。うわ、3段入って、ピオリーチ。ピオらない。運がいいぞ。しかし、大幅リード。3段入って、ピオらない。いやー冷静だ、冷静。これパス、おっとソニック。いやーウネガイル冷静だ。さあ怒涛の4連勝。ラウンド1ファイト。さあモツさん。さあこれはなかなか追度の高い。ガイルが難しいカードだと思いますが、雑巾掛け、おーっと、おっとめくりが入る、めくる、投げは入らないがしっかりサマーで落として、投げが化けてスラグもくる。体力はなんだかんだで5分が、あと1発。あーしっかり待ってましたね。ここは溜めている。ソニックくるって、参加性の強い、またしてもめくりが入る。めくりがうまい。いや雑巾掛けが怖いが、モツブランカもソニックくぐって頑張ってはいるが、いやいい間合いだ。ここは落ち着いて、うまい、悔しい。あ冷静に対処した、さばききりましたね。いやうまい。ここで、これはここで川島さん残機かな、残機かぶせか、
DJ お DJ 川島 DJ これはダルシムじゃないですね。さあさあおっと飛んでいくのはウネガイル、わからない。ソニック当たって体力リード、いやこれはわからない。ウネガエルの飛びが通りまくる。いやウネガエルキレキレだ。ソバットもしっかりガード、飛び落とされて拾われて体力ボーダーラブル様リバーサー乗っている。これはあー 2P 側が盛り上がっているぞ。投げを食らって画面端で固められる。こうなるときついぞ。いやまだ分からない。しかしガイルはここから取り戻すのがかなり厳しい。落とされて拾われて4ヒット、さすが、ここはさすがですね。さあスラが当たって中足にサマーが当たらない。あの中足ほんと強いな。いや怖い間合い。あーもっと相打ち、今のはよく落とした。ソニックソニック、試合はおっと、おっと暗い投げ、投げる、ガードさせて投げるがバックジャンプ。いやこれはわからない。あー体力がちょっと少なくなってきた。相打ちが痛い。これはまだあるか。おっと踏まない。さすがに、しかし5連勝うねがえる大活躍。ここまで5連勝さあうねがえるの大活躍の後でセロテープか、セロテープセロテープザンギエフセロータン。開幕ダブラギが当たってファイル、受け身は取っている。あもうさあスクリュー入って、これはそばっとで暴れているがダブラギが当たって合わせていくなんかこのゲーム簡単なんとか言っちゃいけないですよとか。ダブラリにはああやってスラを当てたいが、しっかりよく見ている。あ今度は画面端につけられるとさすがにきつい。おっとダブラリ読み負け、マシンガンが漏れる。おっとまたしても読み負け、これは痛い。あこれは危ない。さすがにこうなるときついか。さあバックジャンプと前ジャンプとエアスラを繰り返すだけ2P 側からブーイングが、なんか北で行ってますね北で行ってますね。さあ開幕またしてもダブラギだが内野手が当たって、おっとソバット、あーこれは痛いが、あやばいやばい、あー投げた投げた、お互いミスが目立つしかしいやいやいや、なんかすごい 2P 側がすごい前前と言っている。前前って簡単に前を、まあ、またしてもこれ先ほどと同じ状態。あーこれ前ジャンプとバックジャンプとエアスラを繰り返すだけの簡単なお仕事。真空真空ないよ、真空には真空真空とかわけのわからないさあロードエスリュー、これは、はい今セロさん今の試合は超やりにくかった前ジャンプとバックジャンプのエアスラだけでしたね。やばい。さあ S 流対 DJ、 これは削られて死んでしまう。気にしない気にしない、頑張ろう頑張ろう。一応まあ S 流がしっかり鳥かごに持ち込めれば、そうですね、ただ結構難しいですよね。僕も S 流使いますけど、スラが入って中足が当たってめくりはガード、ここから離れたところで波動を打ちたい。波動が速い。
川島さんが波動早えよと文句を言っている。竜巻に入れ替わって。お、手を出さない。そう、 S 流の竜巻は回転数が少ないから相手にしない方がいいですね。そう、下手に手出して食らうっていうところがある。さあ、2つで行ったり来たりして、ナイスカード。体力いいよ。じゃあ時間がない、これを取り戻せるか。待っている。カワシム DJ が3連勝。さあジェリドさん、ベガ、お、ベガ、ベガ投げて、出して投げて、画面端投げて、ディオール、はい、あれ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 、安い、安いがなぜか体力わかっている。めくり食らってしまうが、コンボミスる。こっちも安い。お互いコンボが、ありがとうございます。ちょっとミスが目立つぞ。え、マシンガンできない、できない、あれやってなかったっけ。テンポは出せるのにマシンガンはできない。めくりはガード、そしてナジはバックジャンプで回避。お、見ている。なんで出たんだと確認はできない。そもそも今エアスラっぽかったですね。確かに。おー、リバーサーで暴れて、そして投げて、あとがワンチャン。お、体力は流動だが、おー、相打ち、無理やり相打ちにした。今の相打ちの体力計算見事ですね。さあ、カワシムさんが止まって出てくるのはシャルさん。お、またしても DJ か、煽ってきた。いや、まあ割と東西戦でも使ってますよね。ね、結構いろいろ使えるタイプなので、結構使えますよね。リュウ、バイソン、あとさっきの試合でベガ使ってて僕ボコられたんですけど、はい、なかなかいい感じというか、まあ、僕ウェルもあれですけど。さあ、もっと痛い、ピオンない、ピオル、はいはいはい、はい、お、君コンボできるね。まあもう1回目くらしよと。そういう名前通るんですかね。1回めくったら死ぬからな。1回めくったら気がするぞ。おー、危ない危ない、痛い痛い。さあさあ来たよ。はい、1回めくりました、はい、1回めくりました。終了、はい、さっきからスカルダイバーが痛いですね。ネタは通じず、ヘッドプレスでのらりくらり。おっと、おっと、ナイスクータイク、そしてエアスラを食らってしまい、噛み合った。お互いちょっとなんか知らんけど噛み合った。お互いちょっとよくわからない読み合いが発生しましたね。様子見と見て投げてやろうと見て投げ返し。お互いなんか裏の裏を見た感じで。おっと、ガードしてる。めくった、できる、一回めくった。これが DJ。 ノブさんですね。ラウンド1、ファイト。さあ、ノブさん、まあ、いつも通り剣ですね。お子さんは剣とあとザンギエフとか使ってるのもいますね。あー、そうですね。ザンギエフはさっきやって分かったんですけど、多分大幅に不利なんで。ん？DJ ザンギエフ、あれはもうかわいそうなぐらい。うーん、そうなのかな。さあ、壁で、
おお、昇竜が減った。すごいですね、今の昇竜。ああいう時の昇竜は本当減りますね。さあ、波動波動で試合からスタート。おっと、中足で落ちる。あの中足本当強いな。めくりはガード。痛い。ビヨッて大パンで終了。期待値ですね。このゲームは期待値。一回こけたら死ぬ組み合わせが多すぎです ね, ね。さあ昇竜で切り返す。掴んで。おばから掴んで。投げ返し、うまい。マジにつけられて苦しいわ。しかしお互い様子の状況。スラと相打ち痛い。しかしまだ体力的には。投げが減った。今のは減りすぎですね、どう考えても。さあ、お茶丸さん、バルログ、あれ、本田でもいいよ。おお、爪が当たって、しかしジャックで落として、ジャックキック、あれですよね、表対策は。おお、ジャックが当たりまくる。表対策しっかりしてますね。落ちる。おマシンガーガード、しかしこれは厳しい。爪取らせてあげてと。はい、取らせてあげた。すごいジェントルマンですね。おお、下着でジャックキックが当たるが、あの形は一応かかと落としですかね、はい。ハイキックに見えるけど。おお、アッパー投げて、中盤でも落ちるのか。さあ、あの中足反対強すぎる。何も食らわない。しかしさすがにスラには負ける。おっと、バックジャンプ、相打ちで中足も痛い、ね、今度は中足が勝つ。投げた。さあ、1-1。開幕ひょうが当たってしまう。ジャックをスラで返して、エアスラをもらうが、スラでしっかり、おっと、地上で食らってしまう。これは痛いぞ。ナイスガードから、おっとごちゃらせて投げる。さあ、再びタイム、爪を取らせろと。おっと、今度は甘えなさせない。さすがに、さすがに甘えすぎて、おっと、昇級待遇返した。さあ、中足しかしてないが、さすがに、さあ、どうなったの、どうなった、待っていた、取っちゃった。さあ、A ガイル、ガイルって言っちゃったけど、ガイルなのかな。剣、またしても剣。はい、あー、NDJ は どうなんだろう。龍は割といけるイメージがあるけど、剣どうなんですかね。割と剣が厳しそうに見えるんですけど、飛びが通るが大事には至らず。体力は5分で、打ち合い中心の試合。中足体育、おっと、これは割り込まない、知っているぞ。ダルシムかわいそうに全部つながるんですよね。そうなんですよ。ちょっと手伸ばすと先端食らってるのに残りがもらって死ぬやつ。さあ、ワンチャン伸ばさずマシンガン当てて、基本的には試合中心。お、いい歩き、左足、チワチワシかな。そうそう、なかなかお互
互い手堅い動きをしています。おっと踏んでしまう。おっとおっとマシンガンが当たって、おっかっこいい、かっこいいコンボ。僕かな。僕の名前が消えてる気がする。消されてる。まあ別にいいですけど。ちょっとさっき悪さしすぎたかな。まあちょっと行ってきます。さあ、なんかさっきよりはいい試合になってる。スーさんが入りました。はい、ちなみにカウンター前のお菓子食べてください。すごいですけど、お菓子食べてください。いただきます。どうぞ。もぐもぐしてます。ラブシム辛そう。DJ に辛そう。ひどいマイク。多分ダルシム有利だと思うんですよね。この場面では辛そうっすね。あ、まあ、DJ 強いな。硬いな。シャルさんが強いんじゃないですか。あ、なるほど。あ、今のなんか、うわ、見える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 。危ない危ない。DJ はガエルみたいにスルーって来ない。腕がDJ は結構平気なの、打ち合って。どういうこと。ダルシムを伸ばした手とかに相打ちを取れる技があったり、一方がつく技があったり、肘とか置いたりとか、はいはいはい、だからシャガパンだけ打たれて死ぬようなパターンがある。あー、この我慢力。あー、飛んでしまった。うわー、出たけどダメ。ダメなんだ。今の部分は変えるのはいいですね。ダブルサマーだ。ああ、そうです。なるほど。まあ出せるかどうかですか。あら、寄った。どこだ。ああ、ここで。そして友田さんのデカ。あ、バイソン。へぇ、バイソン強いのかな。ダルシム友田さん、バイソン。目が使う人は面倒くさくなるとバイソン使うイメージがありますね。あ、そうなんですか。へぇ、おぉ、あ、今のダメ。すごい、すごい密着したんですけどね。へぇ、ちょっとなかなか見る。パンス無理やり切って、ケチ殴り合い。あ、しかも死ぬんだ。結構スカッとする感じ。なんかダルシムが嫌い。あ、違う違う、そういうわけじゃないんだけど、こう一気に減るからやられた方はたまったもん。エージがたまるまでに処理しきれば割とダルシムなんですけど、なんだかんだたまっちゃう。今ですね、これたまる前に攻めきる。あー、たまっちゃう。こうなるとダルシムも手も足も伸ばしにくいし、あーな、今みたいな。あんな感じに。なるほど。じゃあスーさんに買ってもらおうかな、私も。はい、戻ってきました。ゲージが溜まるまでに仕留められるかどうかですね。まあもうお互い先にこかして画面端に追い詰めたい感じですね。さあメガネ行ってみたが。
なサブキャラ祭りですね。なんかなんとなくなってますね。知っている。メガの嫌がることは何でも知っている。アンパでフィニッシュ。いつもやられてることを、いつもやられてることを。バイソンだってこんな風に人におおいくらいいんだろうと。強いキャラですよね。さあ何もできず、あっという間。試合が早い。小枝さん、ザンギでもいいですよ。小枝さん、確かね、なんかザンギがこの間使ったら割といけてたって。ああ、時々使ってるの。おって、本当に使ってる。なんかツイッターでなんかね、ほうほう、俺のザンギ割といけてるみたいなこと言ってたんで。ほう、結構、自信あるんですね。お上手だ。いいね。いい台足。上手くないですか。横行してしっかりしてますね。おしゃがみくらいしてるけど、そのまま。まあまあ確認なんで。逆に考えすぎてね。まあそれは読み合いというか。さあダブラリン大足、今のうまいですね。さあお互い前足で下がったり。おお、うまいな大足。さあ大足入って。すげえ暴れてる。すごい暴れてる。あれが全部ヒットしてない。ブルフォリアですね、なんかね。コパンコ吸ってたみたいな。さあ、1-1で取り返して。はい。お互い前、いいジャブ。もう歩いてジャブ。もう投げ返す。さあ、お互い様子見が多くなってる。何もせずに画面端が取ってるからとっても美味しいんですが、はい、しかしフォアで簡単に押し返される。もういいジャブ。あ、なかなか前が詰まらない。ジャブうまいですね。ジャンパーじゃなくて、なんか歩いた後に出すタイミングが素晴らしい、はい、さあやばい。相打ち、これは厳しい。さあ 2P 側が先に大将を引っ張り出される。さあペコさんは何を使う。これはまさか。あ、でもエキシビションじゃないから。ペコさん使っていいよ、使っていいよ。さあまあですよね。まあまあまあ。さあ開幕フォアが入って、もう4割減っている。すごい減ってますね。出しかけて、おお、正面からサンタヒット入って、しかし投げ返されてヘッドが当たって埋め込み。さあ徳田さんの勢いがすごいですね。とは打って変わって、今度はちょっとおとなしくの内容だが、竜巻をうまく使って画面端に追いやりたい。投げて、これから投げる。ハンマーガード、おっと昇竜投げて、投げてまだ死なないが、さあクレイジーあるよ。クレイジーが当たれば全然ワンチャンある。飛び越してアッパー投げですかね。ですかね。さあ1-1、開幕バックスピンからポッと落ちて、ポップスピンミスか今のは。さあ2ヒット、勝利はガード。駒田さんの読み合いが強い。おっと、おお、よくつながってる。よくわからない。おお、ピオル、ピオル、さあ次はチャボさん。いや、向こう大将です。あ、こっち、こっちで3人。
これはさあ青パンではなく緑パンツ。どっちがどうかも分かんないですね。あーでもこれはさすがに S 剣じゃないんですかね。サガット割と剣に受けてるって話は聞くんですが、ただ S 剣、 S はどうなんですか？ S 剣だと大足組にアパカがほぼ当たらないと思うので、かなりあとやっぱり打ち合いの差がもろに出ると思いますね。さあフォアフォアから投げて怪しい、クータツを投げられて、これは以上さあリーチがまたかかるが、昇龍さあ画面端にまたしても詰めていくが、お見てから中パン2位が当たる。体力はまだ上手い、上り蹴りがアパカが当たるがこの後が続かない。お大パンしっかり対応、さああと0ドット、おっと羽が減った、なんと勝ったのワンピーチーム。手順エキシビオンでゼロさんと、ま、今の投げ減りすぎじゃないですか。超減りましたねマジか。さあここからはエキシビション残り2試合、スノさんがキャミーで登場。アパガで落とす、これはサガット有利なカードのはず。さあショットを避けるだけでかなり苦しい、前足の差し返しがうまい、相打ちだが投げる、しかし受け身しっかり、受け身しっかり取っている。キャノンが当たってあるのか、ウーリガンが入ってキャノン、なんと二択大魔法ですね。大逆転、択が全部通りましたね。今の逆転はすごいですね。おっとウーリガンにしっかり対応、さあこうなるときついが、下ショット2回食らって、さあ先ほどと同じような状況、こっから2択を通し続けられず、そうですね、0択でしたね択にならなかった、生まれなかったですね、はい、さあ開幕大キャノン、さあ始まったぞ。さあ中足上からしかしアパカで切り返して、下ショット、下ショット、これがきつい、厳しい、ピヨってしまう、しかし痛いのは入らない。大足サイクもらってゼロドット、さすがにきつかった、ね、最後中村さんお願いします。そもそも青パンとか関係なくこのコースめちゃめちゃきついらしいですねですよね。あれ、はい、さあこれが最終試合ね。中村さんがブランカ、いや見られましたね。まあこれブランカきついって前は言われてたけど、最近なんかそうでもないみたいな、なんか垂直下ショットに垂ジャンがすごい下がった人ってきついみたいなとか言ってる間に何もさせない感じ圧倒している。さあ髪がうまい、またしても画面端、そして下ショットが下ショットが当たらない、なぜか垂ジャンしている。そしてスラが当たって、これはおっと下ショット食らうが、さあゼロドット、おさすがの中村さんというわけで、はい、お疲れ様でした。お疲
疲れ様でした。じゃあなんだろう、なんつったらいいな。優勝インタビューとかってさっきしてました。さあ特にそのまま2回目いっちゃったし、あ、勝った方のチーム、勝った方の頑張った人、まあ猿さん、友田さんあたりが連勝してますが、あとファーストが、そうですね、いっぱい勝った人、うねさん、お、うねくんと猿さん、友田さん、そうね、ハーシムさん、はい、そうそうね、中村さんと、じゃあまあ、さあ、瀬戸さんからちょっとなんかね、優勝 商品がチームの方に、はい、ございますみたいな、あ、一気に渡して、はい、あ、まああとしつこいようですがカウンター前にお菓子があるので食べてください。僕もさっき気づきました。あのセロさんから勝利チームのブランドらしいので、はい、おお、スーファミのカセットが、え、ま、マジっすか、らしいっすよ、スーファミないけど、マジっすか、いやでもスーファミ持ってないからもらってやばい。あ、じゃあ置いとけば、な、しかもそれストツ詰めてる人がいる。ストツ、あ、画廊伝説2、ま、おっと、ライバル社が画廊伝説、なんだこれ、わかんない、わかんないよ、なんかすごい格ゲー、どうしてこれ、あ、サムライスピリッツ。あの、ちなみにリュウコの剣結構面白いんだよね、スーファミ。そっちもやってるんですね。そうそう、リュウコの剣2だっけ、1だっけ、めっちゃやりました、私。僕はちょっとストツーとスマブラくらいしかやらないので なるほど、というわけで、はい、1周年ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあそんな別に何も変わらないのですが、本当に今後もよろしくお願いいたします。お願いします。僕もたまに来ます。あ、お願いします。どうも、どうも、本当今日はちょっと何喋っていいのか。いや今日はなんか1周目の東西戦の時に結構その、はい、若いって言い方あれですけど、はい、あのお若い組の人がここでちょっとね仕切ってくれてて、なんか見ててなんかいいなって思いました。なんか文字合いをしながら、なので今後もちょっとキャッキャこのホワイトボードを使ってなんかそうみんなでこうまあね、やってくれるって言い方がするけど、なんだろう、みんなでなんかやれる感じが自分は望ましいと思ってます。こう数人だけっていう、まあ、ある程度の秩序を保つつ、ある程度の秩序、そうですね、あまり無秩序なのもなんだ、そうそう、少しはね、そう、ある程度のああれと思ってますので、あの試合お楽しみくださいって、なんかはい、はい、じゃあなんか正確には明日で1周年、去年の6月10日ですけど、あー、そうなんです、ありがとうございます。お祝いに利根川さんがはい、ね、多分これからもなんかこのぐらいの感じでダラダラとやっていくので、そうですね、なんか思い、一応ね、なんか売りがなんか初心者とかでも来やすい感じっていうのが、あ、そうですね、いや、多分いろんな層の方がいらっしゃるので、ね、ちょっと東西線とかはちょっとぐらいの人でもそうですね、あ、でもすごい、たまにめっちゃすごい やばいやばい重さが混ざってたりします。そうですね、まあ、来てくれるの嬉しいです。重さってそうですね、私も毎週1週間に1回レバーを握ることによって自分にしか感じない程度ではあっても、まあ、下手にはならないので、ちょっと消極的な表現ですけど、今日、ね、1回目の東大戦で先方2立てぐらいして詰ましたよね。ちょっともう負けちゃうかと思ったけど、よく勝ったなって。2周目残念でしたけど、まあ、本当に週1回でもやってればね、そうですね、触り続けた方が、そうそうそう、まあなんとかなると、なんか特に
かしこまった挨拶はないのだが、とにかく1年ありがとうございました。終わりじゃないんで、とりあえずこれからも、とりあえず1年ありがとうございます。とりあえず1年ですね。まさか1年続くとは正直、そうですね、初めは初め月1ぐらいにしとくかって言ったけど、なんか月2とかしたつもりが、そうですね、毎週めんどくさいから毎週でいいんじゃないかって、はい、ね、意外と毎週だとこう気軽になんか来たり来なかったりができるから、実際はよろしいんじゃないかなって、ね、ちょっとなんか前も言ったかもしれないんですけど、はい、なんかそう、人が多い方が楽しいし、絶対人が多い方が嬉しいのですが、はい、でもやっぱりこう毎週人数、まあ、ある程度体制でできる人数が集まることがやっぱりいいんじゃないかな、ちょっと表現が難しいんですけど、それはなんかあまりこうなんか、ね、多ければいいいいいいみたいな、なんつったらいい、まあ、とにかく毎週コツコツやることを目指していきたいって私はちょっと思ってます。ちょっと表現難しいけど、感じで配信ができればいいです。週一でも以上です。いや、なんか残りあと30分ぐらいですけど、この試合などお楽しみください。Fire!
では時間もいい感じなので、この試合が終わり次第放送は終わっちゃいたいと思います。また来週もよろしくお願いします。